はいどうもみなさん、こんにちは、ゆうきです。さあ、えー、祝、えー、初ですね、えー、ドル円単体の動画となります。よいしょ。 ということでですね、今日もね、元気よくね、動画の方撮っていこうかなというふうに思っておりますが、えー、いつもですね、ビットコイン、インサイリアム、リップルの3名柄をね、チャート分析しているんですが、えー、皆さんのご要望、えー、いただいて通りですね、えー、こちらの動画は、ドル円ェ1本勝負と、えー、なっております。ぜひ最後まで気軽にお付き合いくださいというところでございますが、えー、本日がですね、1月の6日金曜日、えー、本日というと動画2本目ですね。ただまあ、ドル円ェ1本勝負やし、もう今日はね、言うところは、まあ、まま、もうビタッと1個だけなんで、まあ、すぐ動画終わるかなと思うんですが、えー、1月の6日金曜日の、えー、ただいまお時間 が17時40分というといいころでございますはい、こちらの動画もで,ですね、えー、元気と勇気をお届けしてまいりますよパワーということでね、僕のチャンネルでは皆さんのチャート分析役立ちを日々日々配信しておりますので、今日の動画、こちらの動画を見て、参考になったら、旅になったら面白かったななんて思っていただいたら、そこの画面の前のあなたはぜひですね、チャンネル登録ボタン、高評価ボタン、あとはベルマーク通知をオンにして、えー、チャンネルそして動画の応援をぜひぜひよろしくお願いしますよということで、えー、早速始めていきますが、はい、えー、こちらはですね、ドル円の、えー、チャート分析の動画となっておりますので、まあ、いつもはね、僕、バイビットっていう 言ってるんですが、えー、バイビターね、あのー、ドル円為替はできませんので、まあおすすめはですね、こちらの FXGT となります。はい、こちらですね、もう仮想通貨、えー、はもとよりですね、えー、ドル円、えー、為替関連ですね、もうプラスコモ、えー、出て、コモデテもできますので、えー、ぜひですね、こちらの FXGT 動画の概要欄の一番上に口、ねえー、座開設用の URL えー、つけておりますので、そちらから口座の方開設ぜひぜひしてみてください。ただいまですね、え、一万五千円の新規登録ボーナスだったりとか、ね、えー、最大百パーセントのウェルカムボーナスだったりとか、まあ条件ありますよ。はい。 こういったまあ結構ね、FXGT はもうそもそもえボーナスが豊富。まあただね、いろんなボーナスありすぎて、どれなんてなるときあるけど、まあたと、絶えずですね、かなり大きなボーナスやってます、ボーナスキャンペーンやってますので、ぜひこちらもね、チェックしていただいて、お、やってみたいなと思われる方はぜひね。 チャレンジしてみてみくださいただですね、あの、バイビットとかみたいに、あの、独自のね、UI、えー、を使ってるわけじゃなくて、基本的には MT5 を使ってトレードするという形になりますから、まあ、あの、ちょっと練習がてらね、やってみようかという方も、ぜひぜひ、えー、この機会に、えー、トライしてみてはいかがでしょうかというところでございます。はい。 では、早速ですね、えー、祝ですが、えー、初ですが、えー、こちらのですね、奴隷を見ていきたいなと思います。で、もう冒頭にも言いましたが、もう今日はもう一点だけというか、あの、ある意味局面に来たから、まああの、動画撮ろうかなと、えー、ちょっと重いコースを上げたと、えー、いう感じになっております。はい。で、えっ、ー、と、今何が重要な局面になったのかっていうと、まあ、ずっと見てたんですが、えー、ここですね、まず紫色の水平線ご覧ください。これ4時間足ですね。 はい。えー、奴隷の4時間足。水平線。ここ何かっていうと、まず、えー、サポートラインとしても、えー、2回、えー、実績があって、なおかつ、抵抗体としてもビタ。まあ、要は、こことここ、直近の、えー、裏表でいうと、まあ、きっちりとレジサポート、えー、転換されているラインというところで、まあ、確実に意識されているでしょうというところですね。で、ただ、この水平線だけでも十分なんですが、まあ、ちょっと心もとないと。心もとない夜できるだけ、一緒にいたいのさ、ということで、えー、もう一個、もう一点、えー、付け加えると、 赤のチャンネルも見えてると思うんですが赤のチャンネルねこれも上下2点ずつ聞いてますね上,に上下2点ずつで、えー、中央線に関してもある程度よいしょ抵抗体としてもサポートラインとしても見えてるというところなので、まあ、ここはまず、えー、チャンネルとして、えー、表示しておいていいんじゃなかろうかと、えー、でそのチャンネルの上限いっぱいですね この2点交わっておりますので、ここに関してはやっぱりね、あの一旦抵抗を見ていきたいというところですね。はい。なのでここで、えー、打てる、えー、ポイントとしてはやっぱりショートよりの、えー、シナリオが組みやすいんじゃなかろうかというところでございます。はい。なのでここ1点をね、今日は上げておきたいなと思うんですが、ここ上抜けられるとかなりね、上値地がズドーンと出てきてしまうので、ここに関してはしっかりと、えー、損切りは必須というところで、えー、覚えておいてもらえるといいかなと思います。はい。で、大体上値余地でいくと、まあ一旦ね、途中途中、えー、抵抗体あるんですが、137.6とかね、あるんですが、 まあ最終139.4ぐらいまで上げれそうだなというところですね。まあ、これに関しては、まあ、ちょっとライブ配信とかでチラチラとおしゃべりしてたりしたんですが、まあ、練習がてらね、おしゃべりしてたりしたんですが、まあ、一応ね、ドル円のまあ特性というか、まあ、もうほんまに誰でも見たらわかるやつですよ。はいえー、なんですが、まあ、週足とかで見てもらうとわかるかなと思うんですが。 え、ドル円ですね。高根県から、ま、大きく下落するときって、大体ね、三尊型作ってくるんですよね。右肩下がりであろうが、え、綺麗なね、あの水平線、か、をネックラインとした三尊であろうが、ヘッドショルダーを作ってくると。で、今回左肩はきっちりできてるんですが、ま、頭から、 このまま直で落としてくるっていうよりは、僕の中ではもう一回右肩を作ってくる方がイメージ的には強いよねっていう話をね、若干こう、えー、いつものね、ライブ配信であったりとか、えー、で喋ってたんですが、まあ、その動きになるんであれば、えー、この左肩水準である、えー、ところですね、左肩の、えー、高根県の139.6ぐらいかな、このあたりの水平線というところまで上げてきて右肩を作ると。はい。で、このね、下落に対しても多分戻り的にもね、あの、十分な、戻りとなって、 うまくこう落とす、えー、力を蓄えるんじゃないかなというところですね。よいしょ。まあこれぐらいかな。はい。で言ってもだい、え、た、ー、い0.382から。 えー、0.5の間ぐらいかな。うん。の戻しとなりますので、ここに関してもやっぱり戻りとしても十分というところもあって、で、ここで、えー、左方、えー、右方を作ってくると。で、そこから大きく落としてくるんじゃないかなっていう想定なので、えー、もしですね、このチャンネルの上抜けっていうところがあるんであれば、そこまで想定しておくべきかなというふうに僕は考えております。はい。で、この右方を作ってきたら、まあ一応ね、この右方でダブルボトムっていうのはね、しっかりとね、えー、警戒をしておいていただきたいんですが、そのまま落としてくるんであれば、えー、いつものね、奴隷の流れでいくと、ここのあ、えー、高値圏での3層が形成されて、えー その幅分ね大きくドカンと落としてくるという感じの流れになるんじゃないかなと思いますのでまあこのね え、右肩水準ではショートを取っていきたいなというところですね。まあ今ロングを取ったとしてもね、短期でロングを取ったとしても、まあ中期目線的にはショートの方がまあ優位性が出てくるんじゃないかなというところなので、右肩を作ってくるようであれば、ショートの検討も必要にはなってくるんじゃないかなというふうに思っております。はい。ただ、まあ一応ね、今現状、短期でいくと、え、今ちょうどね、かなり強い抵抗体に差し当たってますから、まあ直近短期でいけば、どっちかっていうとショートの方が打ちやすい状況であると。背はどこが近いですかって言われると、明らかに抵抗体が 近いショートになりますのでここに関してはここからこのねもしくはこのトリプルボトムとか作ってくる可能性あるからね、うん、この辺りを狙ったここのね短期のショートっていうのは1つありかなと思いますはいでもうこれに関してもまあ最大、えー、このチャンネルの加減まで引っ張っていくにしたら、まあ、126.3とかねこの辺りまでの下落っていうのが想定できますから途中途中ねサポートラインからそこはしっかりとね利確検討していくべきかなと思いますがえー、で,ですねこの辺りで上がってくれば一旦利確をして次は ここまで引きつけてショートを打つのか、はたまたこのチャンネルの上抜けからここまではね、上がる想定になりますから、そこまでのロングを取っていくのかっていうところは、まあ皆さん次第かなというところでございます。はい。というところで、まあ今日はですね、ちょっとね、かなり短い動画になりましたが、まあドル円一1本勝負やし、まあもう言うことは決まってたので、まあここだけでいいかなというふうに思っております。はい。 ということで最後に予、ね、約しておきますと、えただいまですね、かなり強いレ,えレジスタンスライン、抵抗体に、えー、接触しておりますから、えー、そのあたりはちょっと警戒をしておいてもらって、えー、トリップルボトムを作るのかどうかっていうのに、えー、期待しておくと。一旦上に振るのであればね。で、上に振った場合は、えー、右肩水準を想定した、えー、シナリオ作りが必要になってくるかなというふうに思いますので、えー、このあたりもしっかりとね、えー、頭に入れて、えー、シナリオ作りをしてもらえるといいんじゃないかなというところでございます。 はい。ということでね、えー、本日、えー、最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございました。もう、ビットコイン、インサリアもリップルやとね、もう、20分、30分の動画が当たり前なんですが、えー、どのようなですね、まだ僕も言っても、こう、あの、浮き足立ってる状態でございますから、あの、これから徐々にですね、あの、精度を上げていって、皆さんにね、もっともっとこう、いい、えー、分析をお伝えできたらなというふうに思っておりますので、ぜひ、 えー、ドル円えー、いつも触ってるよっていう方もチャンネル登録していただけるととても嬉しいなというふうに思います。はい、ということでね、えー、本日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。えー、こちらの動画がですね、参考になったな、ためになったな、面白かったななんて思っていただいた方はぜひですね、えー、チャンネル登録ボタンと高評価ボタン、あとはベルマーク通知をオンにして、チャンネルそして動画の応援をぜひぜひよろしくお願いします。あとはですね、えー、動画の概要欄の一番上にですね、えー、FXGT の えー、リンクつけておりますのでそちらから講座解説をしてもらってドル円まだ触ったことないよという方もですね、えー、この機会に、えー、チャレンジしてみてくださいはいということでですねえー、以上で本日は終わりたいと思いますまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ最後までご視聴ありがとうございましたおすすめ動画はこちらチャンネル登録はこちらサブチャンネルのチャンネル登録そして Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたしますパワー